皆さんこんにちは。今回はスイーツデコレーションシリーズの軽量粘土生地作りの達人を使ってクッキーの作り方の基本を皆様にご覧いただこうと思います。はじめに作業するときにはこのようなカッティングマットやクリアファイルの上だと作業がしやすいのでぜひご用意ください。マシュマロみたいに柔らかく扱いやすい軽量粘土生地作りの達人、こちらはこのような白い色の粘土です。でこの粘土にカラー粘土の達人クッキーという着色剤を混ぜ込んで薄茶色の粘土にしていきます。中の着色剤を少し爪楊枝に取りましょう。粘土に乗せてこれを包み込むようにして色を混ぜ込んでいきます。粘土に最初から濃い色をつけすぎないというのがポイントです。薄い色からつけていき、だんだん濃くしていきましょう。このぐらいの色になるのが目安です。作業途中の残った粘土はこのようにラップに包んでおくといいですね。また残ってしまった粘土はこのように口をテープで留めて密閉し、チャック袋などで保管するといいですね。次に形作りの達人クッキー、こちらに離型剤の粘土剥がしの達人、こちらを塗っていきます。離型剤というのは型に入れた粘土を外しやすくするためのものです。瓶の蓋にハケがついていますのでこちらを型に塗っていきます。うっすら全体的に塗るのがポイントです。あまり塗りすぎないように注意しましょう。塗り終わったらこちらに丸めた粘土を入れていきます。このように型の縁まで粘土を詰めて、濃い色なら取りましょう、少ない色なら足してくださいね。そして型のこちら側から見てきっちり隅まで入っているか確認してください。入ったらこちらを取り出していきます。はい、こんな感じです。この余った部分などはこうして爪楊枝で余分な部分を取りましょう。少しこのように形を整えるのもいいですね。この型を取る作業は本物のクッキーを作るこのような型でも同じようにできます。こちらは着色した後に厚みを均一に伸ばした粘土です。型に離型剤を塗り、粘土に押し当てて、このように型を取りましょう。残った粘土はまた後でも使うのでラップに包んで取っておきましょう。次により本物のクッキーに近づけるためにこのような使い古した歯ブラシを使って質感をつけていきます。そうすることで次のステップに使う焼き色の達人の色が良くなり、より本物らしく見えてきます。このように歯ブラシをいろんな角度から押し当てて質感をつけていきます。はい、こんな感じです。同じように先ほど型で取ったこちらも質感をつけていきましょう。こんな感じです。ここまで終わったら粘土を乾燥させていきましょう。粘土を乾燥させるときはこのようなスポンジを使いましょう。作業を進めていたクリアファイルやカッティングマットの上だと粘土がついてしまいます。
粘土を中心部分まで乾燥させるには厚みや大きさにもよりますが約1日ほどかかります。完全に乾いてから次の作業に移りましょう。まずこちらの焼き色の達人、クッキーやタルト、マドレーヌなどの焼き菓子に美味しそうな焼き色をつけていくためのものです。中にはアイシャドウチップのようなツールと薄茶、茶、焦げ茶と3つの色が入っています。この3色を重ねたり使い分けすることでこんがりと美味しそうな色を表現していきます。こちらは計量粘土をクッキーの形にしたものです。でははじめに左側にある薄茶、こちらをツールのブラシ側に取っていきます。そしてクッキーの上に優しく乗せていきましょう。全体的にうっすら色がつけば OK です。このぐらいです。次に真ん中の茶、こちらを今度は反対側のチップの部分に色を取ります。このように少し力を入れてこすります。このクッキーの上に色をのせていきます。その時にこのように叩いたりこすりつけるようにして色をつけていきます。外側は濃い色、内側は薄色というふうにグラデーションをつけていくとより美味しそうに見えてきます。この叩いたりこすったりするときには少し強めに叩いたり優しく叩いたり、これだけでも随分違ってきます。あとは縁の部分、奥になったところなど細かい部分はブラシ側に取ってつけるといいですね。感じです。そして次にこの右側の焦げ茶、こちらはこういった角の部分に少しだけつけることにより一層メリハリがある仕上がりになります。ただつけすぎると焦げたように見えてしまいますから注意してくださいね。こんな感じです。次のステップではニスを使っての仕上げに移ります。焼き色の達人は作業中どうしても手に粉がついてしまいます。次の作業に移る前にウェットティッシュで手を拭いたりハンドソープで手を洗ったりしましょう。気になる方は使い捨て手袋を着用されて作業しても良いでしょう。さてニスにはつや消しニスとつや出しニスの2種類があります。主につや消しニスはクッキーやマカロンなどの表面の質感がマットなものや落ち着いた雰囲気を出したい時に使います。つや出しニスはバターがたっぷり入った焼き菓子やフルーツなどのみずみずしさを表現したい時に使います。このように用途や物によって使い分けをしていきましょう。またどちらのニスにも表面の保護という大事な役割があります。今回はつや消しニスを使います。まず使う前に瓶を軽く振ります。中の液体が2層に分かれているからです。どちらのニスにもハケがついていますのでこちらで塗っていきます。最初に縁の部分を塗ります。このように回しながら塗るといいですね。そして次に表面の部分、こちらにも全体的に塗っていきます。あ
後から乾きにくくなってしまいますので、塗りすぎには注意してください。このように全体的に塗れたら OK です。塗ったものはこのようなスポンジの上に置いて乾かしていきましょう。ではここでツヤ出しニスを使って作ったクッキーとツヤ消しニスを使って作ったクッキーのご紹介をしたいと思います。まずこちらがツヤ出しニスを使ったもの。表面がツヤツヤして輝きがあるのがわかりますか？このようにちょっと華やかな雰囲気になります。そしてこちらがツヤ消しニスを塗ったもの。文字通り表面にツヤがなく落ち着いてマットな雰囲気に仕上がっています。こうして使い分けをしながらいろんなスイーツ作りにチャレンジしてみてくださいね。今回はスイーツデコレーションシリーズ、トッピングの達人とアイシングの達人の使い方をご覧いただこうと思います。作業するときにはこのようなカッティングマットやクリアファイルの上だと作業しやすいのでぜひご用意ください。まずトッピングの達人とアイシングの達人はこのようなボトルに入っていて中に中線がついています。使い始めはこちらの中線を外してから作業に移りましょう。またこの中線は作業が終わった時に落としておくと中のソースが乾燥するのを防ぎます。トッピングの達人は全部で9種類、チョコレートソースやつぶつぶいちごソース、蜂蜜ソースなどカラフルで美味しそうなラインナップが揃っています。今回はこちらのチョコレートソースを使ってクッキーに文字を書いてみようと思います。使い始めはキャップをしたまま少し振ってノズルの方へ中のソースを移動させておくと使いやすいですね。このようにボトルを押すと中からソースが出てきます。ノズルの先を浮かせるようにしてゆっくりと線を描いていきます。ノズルの先をクッキーにつけないようにするのがポイントです。そしてゆっくり焦らず書いていきましょう。時々使っていると気泡ができてしまったりソースが一度にたくさん出てしまうこともあります。でも慌てなくて大丈夫ですよ。そんな時は爪楊枝で修正ができますからね。焦らずやっていきましょう。こんな感じです。他にもこのトッピングの達人は表面に塗るだけでなくこのように2枚のクッキーに挟んでサンドクッキーにしたりクッキーを形作った時に粘土が柔らかい間にこのように中身をくり抜いてジャムクッキーにしたりといろいろアレンジができます。つぶつぶいちごソースやはちみつソースなどは塗った直後不透明な色なのですが完全に乾燥するとこんな風に綺麗な透けた色になります。本物のジャムやはちみつみたいでとっても美味しそうですよね。次にアイシングの達人の使い方です。アイシングとは粉砂糖に卵白やお水を足して作ったクリーム状のお砂糖のこと。そんなアイシングの表現を手軽に楽しめるのがこのアイシングの達人。ホワイト、ピンク、イエローなど全部で5種類、クッキーの表面にたっぷり塗って美味しそうに仕上げましょう。先ほどと同じように少しボトルを振ってソースをノズル先に移動させておきましょう。中を塗りつぶしたいときはまずこんな風に輪郭線を先に取っていきます。ゆっくりと線を描いていきましょう。そして中を埋めるときにはノズルの先からたっぷりとソースを出しノズルの先をこのようにくるくるくるっと
動かしながら広げていきます。この時にも気泡が入ったりソースがたくさん出てしまうこともあるんですが、焦らずにやっていきましょう。こんな風に後から爪楊枝で伸ばして修正することもできます。またソースを扱う時には事前に練習して感覚をつかんでおくことも大切です。このようにクリアファイルの上にソースを出すと何度も練習ができます。ノズルの先を浮かせるようにして線を描く。ゆっくりと線を描く。こんな風に練習して感覚をつかんでいきましょう。こうして練習したソースは完全に乾燥するとこのように剥がすこともできます。ノズルの先をきれいにすることもポイントです。ノズルの先にソースが溜まってくるときれいな線が描けないことがあります。常にノズルの先やこの中の部分をきれいにしておくことも大切です。ソースやアイシングの組み合わせでアレンジは無限大です。このようにソースを重ねたり文字を書くこともできます。思い思いの作品作りをぜひ楽しんでみてくださいね。